全国1億2000万の花龍馬さんファンの皆さん、こんにちは。速稼塾の久保でございます。今回はテーマを基本ということでいただきました。まあ、まずね、麻雀の話からしていきましょうかね。麻雀の例、私麻雀店を経営していて、単なる麻雀を趣味で打つ方と、それからスタッフとして麻雀打つ方と、あとね、マネージャーとして人に麻雀を打たせる側としてのね、もういろんな立場と、まあ、いわゆるね、レベルがありまして、それをどのようにね、考えていたか、実践したかについてまずお話ししようかなと思います。これはよく言われることなんですけども、スタッフとしてはね、1000点上がる時でも4万8000点上がる時でも、まあ、同じ平常心でいなさいよってことなんですよね。で、次の段階に来ると、1000円振り込んだ時でも1000点か1000点振り込んだ時でも4万8000点振り込んだ時でも、平常心で同じようなね、心理状態、態度でいなさいよっていうことなんですよね。まあ、これは結構できてる人がいると思うんですよ。今度はですね、1000点見逃した時でも4万8000点見逃した時でも、同じ平常心とか同じ態度や同じ言動がね、保てているかなってところですよね。基本ができていればこの辺まではまだ進んでいきます。で、これはね、いつも同じ平常心、自分で自分のマインドを作っていくような、その揺れない心っていうのをね、トレーニングをしなくてはならないんですよ。まあ、だからいつも同じ基本動作のトレーニングとか、挨拶の声の大きさとかね、で、もういっぱい展望あるからってふんぞり返らない。で、展望がもう3000点ぐらいしか残ってないとかね、1500点しか残ってないからってこうしょげない、いつもハイパイ原点2万5000点の時のように、トン一曲のような気持ちでオーラスまで打ち続けることができるかっていう精神を鍛える場でもあるんですよね、麻雀っていうのは。で、これを考えていくと、日常生活はいい加減でね、麻雀だけ強くなろうってそうはいかないんですよ。極端なようですけども、私が意識していて、またスタッフに意識させていたのは、いつも出勤時同じ時間に出て、同じぐらいの時間に店についてってことができるかなってことなんですよ。で、このようなね、同じような意識を持つことによって、まあ、閉店時間が24時ですけども、24時に全てのね、卓がピタッと同じように止まるってことが、店側としてはコントロールできてないといけないんですよ。オーラスが長引いちゃって連チャンしちゃって、深夜1時まで麻雀打ってましたってことになったら営業停止になっちゃいますからね。だから、だいたい深夜23時ぐらいを過ぎると、どの卓が長引きそうかな、どの卓は早く回さないといけないってことを察知してですね、そうですね、だいたい私たちのお店っていうのはオープンリッチって店があったんですけど、ここはですね、半チャン1回35分から40分の間にまとめるのがスタッフの力量というふうに決めてました。ですんで、自分が卓に入っていようと、卓の外からだろうと、卓のスピードをコントロールさせるためにね、45分かかっちゃうと、もうこれ三流のスタッフってことになるんですよ。そういう形でスタッフのレベルっていうのを測っていました。基本ができていれば、自分が入ってない卓でもね、卓を早く回すことってできるんですよ。それは会話運びであったりとか、ダイソーのタイミングであったりとかね、あと誰かが上がった後の卓の上の整理を手伝ってあげるのか、それともあえて手伝わないのか、展望を言ってあげるのか、あえて言わないのかってことで、1326ですよそれっていうふうにパッと言ってあげるか、もしくは上がった人がね、点数を言うまでずっと待っていて、これはちょっと点数難しいですねみたいな感じで見ているのかってことでも、卓のスピードはコントロールできるわけなんですよね。だから、卓が半チャン1回どのくらいの時間で終わるかっていうのとか、どんな楽しみ方、楽しませ方をするかっていうのも、これはスタッフの基本レベルであったわけなんですよ。そういう教育を私の店ではしていましたし、麻雀業界全体でこういう教育が必要だなとは思ってました。で、まだまだやり方はあります。例えばね、プレイヤーがこうやってパイを積もりますよね。で、積もる時のパイの力の込め方で、この人はイーシャーテンだなとか、闇テンをしてるなとか、大きい手を張ってるなとかね、リーチで一発どうしても積もりたいんだろうなみたいなことを、やっぱりね、分かんないといけないですし、あとそうですね、呼吸の大きさとかね、声の大きさとか、あと、テンパイタボクって昔から言われますけども、ああいうこととかね、打牌の強さとか弱さとかで、この人はどういう心理状態に陥ってるのかなってことを分からないといけないと思ってるんですよ。で、それを目指すために基本動作のトレーニングをしました。と同時に、自分がどんな大きい手であっても、どんな展望がなくても、基本動作ができていれば、それを悟らせることがないので、この人本当に逆転で作ってるかもしれないな、この人は降りようとしてるのかなってことが誰に対しても分からないということでね、いわゆるポーカーフェイスができるってことになると思います。まあ、このようにですね、気づきとかその変化っていうのは、ヒント様々世の中に落ちてるんですよね。それがやっぱり、きっちりと観察していても、それとも瞬間的なものであっても取り入れていかないといけないと。それを取り入れるため、もしくは自分の態度とか心理状態を外に出さないために、基本動作を繰り返すということになっています。で、基本とは何かっていう回答なんですけども、これね、すごく簡単で、いつも同じってことなんですよ。ですから、今回の動画も基本とは何かって聞かれて、いつも同じってことですよって答えたら終わるんですよね。
でもこれだけだと何のことかわからないと思いますんで、まあいろいろと解説を例えを用いてね、こうやってお話していこうかと思います。まあ意識して行えば、基本っていうのはね、意識して行えばいつも同じ結果が出るってことなんですよ。ですんで月収100万が基本ですって言ったら、いつも月収100万がどんな状態であろうとも出せるってことなんですよ。もうちょっとレベルが上がると無意識で基本ができるってことなんですよね。例えば多くの方がそんなに深く意識せずに歯磨きってやられてると思うんですよ。そんなに深く意識しなくても2人が4とかね、出ると思うんですよ。掛け算の九九とかね、8人16とかって意識しなくても出るでしょ。無意識で出ますよね。でも最初は意識してその結果を導き出してるはずなんですよ。どんなことも、歯磨きにしても日常生活にしてもね、だんだん無意識でも同じような結果が出せるようになる。このために基本動作のトレーニングをするし、基本を詰めていくんですよね。これなんですよ、まさに基本っていうのはいつも同じってことなんですよ。そしてこの基本についての考え方なんですけども、これは常に私が意識している、無意識で意識しているっていうね、変な言い方になりますけども、だから基本って何っていうふうに聞かれた時でも、その他の質問でもすぐに答えることができるんですよ、スラスラと。これ花屋龍馬さんもうほとんどできてるんじゃないかなと思います。謙虚にね、私はまだまだだって花屋龍馬さん言ってますけども、かなり高いレベルでこの無意識と意識を使い分けてるんではないかなって私は思ってますね。でビジネスの基本っていう話題もありましてね、ビジネスの基本って何だと思います？ビジネスの基本っていうのはね、全てを両立ってことだっていうふうに私は考えてます。だからビジネスをですね、一生懸命しているから、着ているものがいい加減になりましたとか、洗濯をしていません、清潔にしていませんっていうのではダメなんですよ。ビジネスをしているからといって何かがおろそかになっているようでは、これはビジネスの基本ができてないってことになると思うんですよね。例えばビジネスを一生懸命やってるんで、もう食べてないですとかね、本当カップラーメンばっかりですっていうのも、これもビジネスの基本とは言えないってことなんですよ。ビジネスをするがゆえに生活が壊れてはいけないんですよ。であとは住みがですよね、住まい。ビジネスをしてるからって言って部屋の中が散らかってるとかね、掃除もできていないとか、必要なものを買っていないとかね、トイレットペーパーが切れているとかではダメで、やっぱりビジネスがちゃんとできてるんだったら、基本はですよ、基本ホームレスをやっちゃダメなんですよ。やっぱりね、衣食住もちゃんと両立できていてこそ、家族がいれば家族にも不満を感じさせないような形をとってこそビジネスだと思いますし、ビジネスが忙しくって家庭を顧みないっていうのはある種美談のように語られてますけども、これはやっぱりね、もうちょっと考えないといけないと。ビジネスの基本ができていないってことだと思うんですよね。でもっと言えばね、ビジネスを一生懸命やってきたから恋愛ができていないとかね、一生懸命キャリアウーマンになっちゃったから気がついたらアラフォーになっちゃったっていうのは、やっぱりね、ビジネスをしてるといろんなものを犠牲にするっていう意味で両立できていないっていう意味では基本ができていないと。ビジネスだけができていてビジネスの基本ができていないっていうね、こういうパラドックスに入っちゃうんですよね。でビジネスを一生懸命やってきたから友人関係が壊れているとかね、あと親孝行もできていなかったとか、それから寝ていないとかね、ビジネスを一生懸命やってきたんで寝ていないとか、何々していないとかね、何々できていないとか、何々がないとか、これは全てビジネスの基本ができてないことによって起きることだと思います。もう一回言いますけども、ビジネスの基本っていうのは全てを両立するってことだと思うんですよ。売上も立てるけどもちゃんと睡眠時間も取っているとかね、売上もちゃんと立てているけどもしっかりと食事をする時間も余裕を持ってできているとかね、こういうふうなことを目指さないとなかなかすぐはできないと思いますけどもね。最初はビジネスをするがあまりバランスを壊してね、いろんなことを犠牲にしてビジネスってものに一点集中するっていうのはあるんですけども、やっぱり成功っていうのはバランスを崩す活動ですから、ある一定のレベルで成功を手に入れたと思ったら、今度はね、平らにしていかないといけないと。ビジネスもそのレベルで維持するんだけども、他のこともケアしていくってことをやることが基本なんですよ。だからビジネスだけしかできてないっていうのはまだ基本ができてないっていうふうに私の判断では捉えていってますね。で速稼塾ではそういうふうな伝え方をしています。だから投資案件にもバランスを書いてですね、100万200万突っ込むんじゃなくって、バランスを取って両立ができる金額、余剰資金だけをいくみたいなことでね、それはやっぱりね、回収できるでしょ、これで伏線もそういう感じなんですよ。でビジネスは全てを両立している状態ですよね。それにできてこそやっぱり続けることができます。ビジネスをするがゆえに健康を壊してしまったら、ビジネスをやり続けることができない。要するに収入を上げ続けることができないんで、今度経済までね、おかしくなっちゃうんですよ。だから健康状態も維持しながら、何々も維持しながら、これこれも維持しながら、ビジネスも維持しているって状態じゃないと、次のビジネスのステップができないわけなんですよ。だからビジネスのね、基本はもう何回も言いますけども、全てに全方向に両立していることだというふうに、全部をコントロールしている状態だということが私はね、できるんじゃないかなと思いますけどもね、まあ、これにはね、異論もあると思います。私はそう考えているってことなんですよ。確かに最初はビジネスだけだった、他のことが全然できずに、結局私は40歳まで独身で過ごしてしまいました。だから急速にバランスを取るためにビジネスをすごくトーンダウンしてね、今あえてトーンダウンして、ビジネスは生活が維持できるレベル、将来の貯蓄ができるレベルに抑えておいて、でセミナーもしないし、全国遊説もしないし、塾生さんの大募集もしないしっていう感じで、
家族とのバランス、他のことのバランスを取っているってことですよね。だから私の決めたルールに自分自身が最も忠実になろうとしているっていうことでございます。で、基本ができていると安定した売り上げができてますよね。自分の基本は月収100万だとしたら、どんな状態になっても月収100万は割らないわけなんですよ。その基本があるからこそ、時にね、瞬間的にバランスを壊して売上だけを突き上げようとかね、月収1000万行こうと思った時には1000万が行くし、行かないにしても行ったにしてもまた元の生活に戻るのにすごく修復力が早いんですよね。また基本に戻れるんですよ。で、時に体を壊すことがあります。時に社会情勢に揺さばれることがあります。でも基本ができていればすぐに基本に軌道修正することができるんですよ。だから常に基本があるってことなんですよね。基本がある、基本がある、基本がある。逸脱してもすぐ基本に戻れる。それはあくまでも基本を作ることができたからこそ、どっかよその方向に行ってもまた戻ることができるってことだと思うんですけどね。だから繰り返しますけども、全部を両立できるってことがビジネスの基本だというふうに私は考えてます。ちょっとバッテリー切れそうなんで一旦失礼します。はい、撮影の途中にバッテリーが切れるってことはね、これは撮影の基本ができてないってことですね。本当に申し訳ないなと思っております。でもこういうこともね、ミスもあるなというところで、やっぱ FX の話にちょっと今回はシフトしていきましょうか。 FX の基本は暗記だと思うんですよ。暗記することの中にはもう坂田剛をはじめとするテクニカル分析っていうのがあるんですけども、これはね、もう本当に基本なんですよ。この基本公式を覚えてることによって次のステップに進むことができるんですよね。でもこの基本公式を覚えていなければ次のステップに進めないんですよ。進んだつもりでいてももうね、これハリボテなんですよ。だから絶対負けるんですよね。で、基本ができたからといって絶対勝てるということではないですけども、絶対負けるっていうフェーズは抜けれるんですよ。この差はすごく大きいんですよ。数字で表すとですね、基本をきちんとマスターして人に説明できるレベルで、自分で教材ができるレベルですよ。丸暗記していたとしても、これはね、成功率はね、49対51なんですよ。このぐらいの差でしかないんですよ。で、この私は差額の2、この差額の2で、なんですかね、お金を増やしているってことに過ぎないんですよね。だから本当ギリギリなんですよ。基本がでもできていない人っていうのは絶対負けます。なぜなら49にとどまるからなんですよ。でも基本ができていれば少なくとも51に入ることができるんですよね。だから勝てるんですよ。このぐらいの本当の差なんですよ。だから客観的に見たら何がすごいのか全くわからない状態だけども、基本ができているだけなんですよ。基本ができているだけなのに、基本ができていない人には常に勝つっていう状態ができるのがこの49対51なんですよ。この差、この本当にちょっとの差で勝ってるんで、私も49回は負けてるんですよね。だからその負けてるところを見て、ダメじゃないかとかね、全然再現性ないじゃないかって言われる方はその通りなんですよ。でも勝ちの再現性は51あるんですよね。このちっちゃい差です。だからこそ毎日繰り返すんですよ。これたまにしかやらなかったら49がもろに来ちゃうこともあります。年間で3回しかトレードしてなかったら3回とも49の方が来ることがあるんですよ。でも年間で2000回トレードしていたらどうでしょうか。だいたい51に寄ってくるでしょ、確率的に。だから数多く繰り返すってことが必要になってくるんですよね。さあ、それでね、花よりもさん、トランプを出してくれましたんで、私のトランプを出しますけども、ここですごく重要なヒントがあるんですよ。私もトランプが大好きで、トランプをね、本で学んだことがあります。というのが、本の最初のページに書いてあるのは、マジシャンになるにはカードを職業にするためには、どんな時でもこのカードのパックをね、パックって言うんですけども、この52枚を、パックを持っていなさいって書いてあったんですよ。で、それがどういうことかっていうと、ご飯を食べる時も、トイレに行く時も、学校で勉強する時も、当時私は小学校6年生だったんで、ね、で、サッカーをする時でも、野球をする時でも、絶対にトイレに行く時でも、このカードパックを持っていなさいって言うんですよ。すごいでしょ。ポケットに入れちゃダメって言うんですよ。このボールは友達っていうふうにキャプテン翼の話がありますけども、このカードパックをいつも持っとくことによって手の一部になるらしいんですよね。で、私がその時練習したのはこのファンっていうやつなんですよ。このファンをバーッとやっててね、これ綺麗にできるかどうかっていうところなんですよね、このファンっていうやつね。で、これ片手ファンっていうのもあるんですよね。片手でこうビュッと開けるやつね。これを何回も何回も練習するんですよ、断るごとに。で、そうするとだんだん上手になっていくってことだったんですけども、私はね、そんなに上手にならないうちにこれはダメだと思って挫折したんで、マジシャンの道は閉ざされたということなんですよね。憧れのマジシャンへの情熱っていうのはその程度のものだったってことなんですよ。さあ、ここで一つ教訓があります。それは何かっていうと、できないからやめてしまうっていうのが私の経験でした。わからないから諦めてしまうっていうのが私の経験でした。でも基本はどういうことかっていうと、基本を徹底するってことは、できないからできるまでやる、分からないから分かるまで続けるってことでしかなかったんですよ。本当、言葉にしてみたらこんなたったの差なのに大きな結果の差を生むんですよね。これも49対51で、私はできないからやめてしまいました。でもできるまでやった人がいたんですよね。それが花谷龍馬さんだったということ、それがね、やっぱ圧倒的な差を生んでるんじゃないかなと思うんですよね。
はい、ということでね、基本の概念をちょっとお話ししましたけども、やっぱり千里の道も一歩とかね、凡事徹底って言っていますけども、やっぱり私はね、千里の道も小さな足元の一歩から始まると思うんですよ。そして千里の道を行くのに千歩かかるとしたら、私は千歩をね、しっかりと一歩一歩踏みしめていこうかなと思います。一番飛ばしもしないですし、銃弾飛ばしもしないですし、近道があってもそれを私は使わずに、千という道をね、一歩一歩踏みしめていくことによって、そこにたどり着くんだろうなと思うんですよね。はい、で最後にね、私にとっての基本なんですけども、これはね、もう簡単ですよ。問題戻るんですけども、基本イコール私は自由なんですよ。ですんで、いつも自由な暮らしを送ってるんで、突発的に何かね、その基本、いわゆる自由を手放さないといけない時があっても、1秒でも早く基本自由に戻ることを意識して、そこに戻るようにしてますね。だから集中して何か用事が入った時でも、最短最速で終わらせて、また基本のこの時間に戻ろうかなと思います。暮らしに戻ろうかなと思います。ですんで、ね、動画の返信とかね、気がついた瞬間に撮る、そんな感じにしてます。今はおかげさまでこういう風に落ち着いて撮れてるんですけども、旅の途中ってのは旅先でも撮ってますし、お風呂の中でもね、撮って返信したことも結構ありますしね。とにかくどこでも早く自分の基本を取り戻すために、自由を取り戻すために、用事は早く終わらせる、嫌なことから片付けていく、面倒だと思ったらすぐにそれをやるみたいな感じですかね。後回しにするとね、その後回しにしたことをずっと意識していて、全体のパフォーマンス落ちるんですよね。いわゆる自由じゃなくなってるんですよ。何かに気を取られているっていうのも自由でないことですから、いつも頭が空っぽになっているね、そんな体が空っぽになっている状態っていうのを私は常に取り戻すように、基本っていうのは自由だというふうに自分に課してますね。今回はそんなところでございますかね。今回なかなか良かったんじゃないですか。ちょっと動画ね、途中2回ぐらい切れましたけども、お答えできることはしっかりお答えできたんじゃないかなと思います。ぜひこの動画もね、3回5回10回と聞いていただければ、きっとね、何か見つけるものが増えていくと思います。それでは以上です。